6月24日、ハンガリーのデブレツェンで、ヒバ U19 バスケットボールワールドカップ2023が開幕し、U19 日本代表が U19 ブラジル代表と対戦した。日本は敗れたものの、川島が30得点3リバウンドと躍動。